写真拡大3月12日にコカインを摂取したとして逮捕されたピエール滝容疑者51。彼の自宅は東京世田谷にある。近所の住人は言う、ピエールさんは芸能人ということを鼻にかけるわけでもなく、本当に気さくな人なんです。よく奥さんとお嬢ちゃんを連れて家族3人で外出している姿をお見かけしました。今日は家族でどこそこの花火大会を見に行ってきました、なんて嬉しそうに話してくださっていたのに、テクノバンド電気グルーヴで人気を博した滝容疑者、一十引用不例年代以降は俳優や MC としての活動も広げていった。 NHK 関係者は言う、撮影現場でも人当たりが良く、共演者だけではなくスタッフとも積極的に込みユニケーションを取るので、監督プロデューサーからも受けがいい俳優さんでした。家族の話をほとんどしない俳優さんも多い中で、滝さんはよく嬉しそうに娘さんの話をしていましたね。妻 A 氏さんとは俳優の仕事も増得てきた頃の一十引用不02年に結婚、その3年後には長女にも恵まれた。そして一十引用不07年には世田谷に一軒家を新築、約30坪の土地で延べ床面積140平米の物件だ。付近の不動産業者によれば1億5000万円ほどの評価額だという。それにしてもなぜ仕事関係者のみならず家族さえも使用に気づかなかったか。自らのドラッグ体験をまとめた著書もある作家の石丸元明さんは言う、覚醒剤と比べて聞いている時間が短いということは日常生活への影響も少ないということだから、使用を気づかれにくいし依存から抜け出すのも大変なのです。使用するとテンションが上がりますから、ピエール滝さんは大きなイベントライブトークショーなどの前に使っていたのではないでしょうか。例えば元気のいい男なんかを演じる場合、気持ちをアップさせることもできます。滝容疑者の自宅付近にある商店街の店主は語る、損害賠償請求でご自宅を売却しなければいけないのではないかという記事を読みました。実は滝さんは奥さんと一緒に何年も前からこの辺りで飲食店をオープンすることを計画していて、ようやく店舗の目星もついた場かりだったそうです。でも事件で開店は難しくなってしまいましたね。夫の逮捕により、妻 A 氏さんの数年来の夢もう打ち砕かれてしまった。